皆さんこんにちは。昭和住宅の山根です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回は、以前挙げました、変動金利、固定金利どっちがいいのっていうところの、動画の続きを、挙げていきたいと思います。で、変動金利の方も、一緒に挙げていただくと思うんですけども、今回は固定金利の方のご説明をしていきたいと思います。ですね、早速ちょっと出してみようかと思うんですけども、こんな感じですね。今回ちょっと変わりまして、デメリットの方からお伝えしようかなと思います。で、私ですね、デメリットとしまして金利が高いという形で書いています。これなぜかというと、よく住宅営業をしていると、最後30代とか20代のご夫婦とかがですね、最終お父様お母様に、お家を買うよという報告される際にですね、今の金利大丈夫かなとか、住宅ローンは高いぞとかっていうお話をされるんですけども、実はバブルが弾ける前とかは住宅ローンって大体 4% とか 5% ってザラにあったんですけども、今はお伝えしたようにだいたい 0.4 から 0.6 とか7とかが主流です。で、そういった親御様の世代からすると、固定金利組んじゃうと生活大丈夫っていうご心配の声があるっていうのは確かにわかるんですけども、実はですね、今の固定金利ちょっと書いちゃうと、だいたいこれぐらいです。結構安いです。確かに、3000万円とか3500万円のお借り入れをすると、ご返済額は1万円から1万5000円ぐらい上がるんじゃないかなという予測は立ちますが、それでもですね、メリットに書いてあります、見通しが立てやすいという、メリットが あるので、変動金利に比べると金利上昇した場合どうしようかとかですね、35年間このまま払っていけるかなっていうご不安っていうのはもうバッと決まってますので、やっぱり固定金利を組む場合のメリットとしましては、デメリットと、相反するところ、相対するどっちだ相反するちょっと調べておきます。はい、ごめんなさい、表裏一体って言った方がいいですね。ごめんなさい、言葉が全然出てこなかったです。そういったところがあるかなと思います。なので、お守り料としまして固定金利の若干高めの、高くはないんですけども、若干こう変動金利よりは上乗せ分があると思っていただけたら、それで十分なんじゃないかなと思いますね。で、やはり見通しが立てやすい、もう9万円だったら9万円バーンと決まっているのと、やはり35年間ずっと安心ですっていうのが、これがメリットとして挙げられるんじゃないかなというところです。で、返済額が倍になるとまた違うんですけども、金利が倍だからといって返済額は一気に倍にはなりませんので、そこはご注意というか思っていただけたらなと、認識いただけたら結構かと思います。で、あとですね、細かい部分ですが、もうちょっと時間大丈夫ですかね。はい、フラット35と言われる国がやっている固定金利、これちょっと以前触れたかもしれないんですけど、これにするとですね、例えば同業種の転職とかですね、製造業から製造業とか、また違う職種でもあれなんですけども、自営業の方ですね、開業されて間もないとかでもですね、一応、通りやすいっていうところがあります。これはなぜかというと、普通変動金利というのは将来的に金利が 3% とか 4% に上がったとしても大丈夫ですかっていうのを金融機関が査定をする、審査をするんですけども、お伝えしたように固定金利安かったら 1% ぐらいで審査をしますので、それで変わらないという考え方しますから、逆に固定金利で審査をすれば審査も通りやすくなったり、勤続が短い方、転職された間もない方、こういった方々でもですね、通りやすいというメリットがございますので、実は隠れたメリットっていうのも結構あるんじゃないかなということでですね、我々はご説明をさせていただいております。いろいろお伝えはできないところもあるんですけれども、細かいところ気になるところがあれば、また住宅の営業マン、私たちの方にご相談と、あとはネットの声でもいろいろ上がっていると思いますので、そちらもご参考にしていただけたらと思います。もちろん我々の方でもご提案、シミュレーションはしますので、ご相談いただけたらと思います。
動画が良ければですね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いしたいと思います。固定金利のご説明になりました。本日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。